皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。中学1年生の悩み、勉強する時間がというタイトルでお話しします。動画のコメント欄に、中学校になって勉強する時間が取れない、勉強する時間を長く取るためにどんなことをすればいいですかと中学1年生の方が書いてありました。きっと小学生から中学生になって大変だって感じているんだと思います。その原因としては、まず小学校の授業と中学校の授業を比べると、中学校の授業の方が進み方が早い、ついていくのが大変だと。それから部活がある、部活があるんで疲れちゃってなかなか勉強する気になれないと。3つ目は宿題が多いと、小学校と比べて宿題が多いと、こんなことあるんじゃないでしょうか。それで勉強する時間が足りない、どうしようということでコメント欄に書いてくれたんだと思います。勉強に対する悩みって結構皆さんコメント欄に書いてくれるんで、今回からこの日記の動画の中で勉強に関するものいろいろ発信していきたいと思います。今回はその1回目ですね。この中学1年生の方が書いたコメントに答える形で、始めます。で、まあ勉強する時間を伸ばしたいということなんですけれど、そのためにね、どうしたらいいかじゃなくて、これはやめてほしいってことから入っていきたいと思います。それはどういうことかというと、勉強する時間を増やすために睡眠時間を削ることです、ね、勉強する時間を増やすために睡眠時間を削る、これはやめてほしいです。なぜかというと、睡眠時間を削ると寝不足になっちゃいます。睡眠不足です。以前は睡眠負債なんて言葉も、話題になっていましたよね。そういう状態になっちゃう。そうすると頭がはっきりしない、ぼーっとした状態で授業を受ける、ぼーっとした状態で授業の内容頭に入ってこないですよね。だからますます勉強がわからなくなる、先生が言ってる意味がよくわからない、授業に集中できない、こんな風になっちゃうんですね。ですから睡眠不足にならないように睡眠時間を削ると、これはやめていただきたい。できれば中学1年生だったら1日8時間は寝てほしい。それができないんだったら最低は7時間寝てください、ね、そうすればね、授業に集中できると、そういう状態になります。勉強のために睡眠時間を削ると、これはやめましょう。勉強の内容が頭に入ってこなくて、どん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 授業についていけない、授業がわからない、勉強がわからないって、そんな風になっちゃうんですね。じゃあどうしたらいいかっていうと、どうしたら効率的また効果的な勉強ができるかと、これを考えてみることが大切だと思います、ね、効率的に時間を使う方法、ね、効果的に覚える方法と、どうすれば頭に残る学習ができるかと、こういう方に注目して勉強、その方法を考えていきたいと思います。次回からそちらの方でお話を進めていきます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。